はい、今日はですね、雨なんですよ。雨なんですけれども、お忙しい後藤館長をですね、拘束するのに何日もっていうわけにいかないので、予定通り今日ははぐれガラスをの物語をたどるツアーを観光したいと思います。で、今日ですね、私が来ているのはこちらです。法隆寺様ですね。お寺、竹田のお寺なんですけど、ここに来ています。皆さん、おはようございます。おはようございます。お世話になります。よろしくお願いします。雨の中をやるということで、はい、自分はてっきりやらないかと思ったら、純子さんが何言ってんのやるよという話になって引っ張り来られたんですけども、はい、で、これですね、はいはい、臨済宗妙心寺派法隆禅寺。法隆禅寺、はい、禅寺、禅寺、臨済宗ですから禅宗ですよね、はいはい、で、この妙心寺っていうのは京都にある大きなお寺なんですけども、自分も行ったことありますけど、この妙心寺っていうのはですね、はっきり言ってキリシタン寺です。はい、いろんなキリシタン武将が眠っているのがこの妙心寺なんですよね。もう一つ京都に大徳寺ってあるんですが、ここもまあキリシタン寺で、妙心寺と大徳寺はもう完全にキリシタン寺というふうに通説でありますね。で、その、松寺といいます。それはこの法隆禅寺ですね、はい、ただはぐれガラスの中ではこの字が高いが光るという字なんですね。このまま使うので光るというふうに変えてやってますね。なるほどですね、うん、で、法隆寺、面白い話がありまして、これはまあとんでも話です。何にも証拠ないんですが、ある人がですね、面白いことを言って覚えてるんですけども、もともとザビエルのイエズス会が日本にキリスト教を持ってきました、うん、で、イエズス会は日本に学校を作りましたね、はい、セミナリオとかコレジオを作りました、はい、コレジオって今で英語で言うカレジオは大学ですよね、はいはい、神父さんを養成する高等の高等教育機関です。これコレジオ、はい、で、コレジオが訛って交流になったんじゃないかという人が思いまして、証拠ないんですよ。で、確かにお寺っていうのは昔は地域コミュニティの場であったし、ある意味学校でもあったわけですよね、うんうん、特に竹田では、この交流地は昔からば語学を教えてたっていう話を聞いたことがあります。ですから、その語学が、もしかしたらポルトガル語とかイタリア語とかラテン語だったかもしれないですよね、近距離になる前はね、はい、だからコレジオが訛って交流地になったんじゃないかっていう人がいるんですよね。なるほどですね、はいはい、で、その小説の中ではここの和尚様は九谷宗直という架空の人物ですけども、はい、五郎公のいとこだったかな、いとこの設定だったんですね、はい、で、五郎公のいとこで僧侶でありながら実はカトリックの神父でもあったということなんですね、うんうん、そうですね、はい、で、ここはですね、武田の、古武の菩提寺でもあります。古武っていうのは、千の利休の後に茶人徳に上り詰めた古田織部の子孫の武田の筆頭家老の古武ですよね。あ、うん、で、ここがそうです、はい、立派な、なんかこの石がすごいですね、うん、では上がってまいりましょうか、うん、このツツジがまた、うん、もうツツジのシーズン綺麗でしょうね。そうな、ね、ちょっともう雨に煙ってる感じなんで、画像的にはなんかちょっとスモークのかかったような画像になりますけどね。ここは左右に仁王像があるんだな。はい、でも全国の隠れ美術館研究館の調査によると、はい、この仁王様は5年菊の門がある、うん、あ、いい、あ、本当だ、菊があるですよね。で、全国隠れ美術館研究会の報告によりますと、ここの仁王様はこの胸に菊の門がある、はい、これが本当の仁王様ではないっていう話を聞いたことあるんですよ。で、菊っていうのはポルトガル語でクリサンテモ、要は、十字の意味がある、うんうんうん、それ聞いたことありますね。だから仁王様の胸に菊があって、それが十字あるいは十字架の意味合いを持っているとすればちょっと不思議ですよね。そうですね、うん、また謎が謎を呼ぶ。そう、こちらの仁王様は、うん、こっちは、こちらはよくわからないけども、あまり変哲がない、うん、でもこっちは胸にない。あ、本当ですね、うん、なんか仁王様の顔自体もなんかちょっとあまり見かけないお顔立ちですよね。うん、確かにね、ちょっと洋風な感じ、うん、
あんま怖い顔してない。ちょっと今まで見たことのないようなお顔立ちですよね。あれ、腕に効く？おしゃれですね。ほんとね。おしゃれですよ。おしゃれな仁王様ですね。こんな仁王様、ほんと見たことないですね。仁王様に効く。かわいい。かわいいって書いてある。仁王。何言うの？何て言うのかな？仁王様。これは、雨が降るからですけど、すごい。ではあちらの本堂の方に行きましょうか。雨が降るのに来るかなって感じですよ。でもちゃんと当然中が来る日はあるね。お大事や。あ、本当ですね、うん、そうですね。あ、お大事の印ですね。立派な鳥があります。人物が描かれてるな。あ、本当ですね。何ですか？何か、なんかお坊さんか、お坊さんかなんかみたいな。これが壁雲寺に行くと、あの南蛮人の宣教師が描かれてる。え、壁雲寺がですか？うん、そうなんですか。これも今そうかなと思っていて、ここはこうは見えないな。うん、ここには花がある。お花の上に、うん、これはまあ普通のお坊さんかなと思うけど。そうですね、うん、やっぱりあの上に中川の門、御門がありますね。あの余談で、はい、まあ長くなると悪いんだけど、これカットしてもいいんだけど、うん、あのこの前ほら地獄谷と清水谷に置いてるな、はい、あの時に大阪城から逃げてきた豊臣方の武将、はい、愛八左衛門という人がいて、この人は秀吉の息子の秀頼の故障をしてた人だね、はい、でもその時に秀吉が生きてる時に秀吉からあの肖像画を1枚もらったと、うん、で武田に逃げて岡城に逃げ込んだ時にその人は秀吉からもらった肖像画を持ってたと、それからあの赤楽 の、 あのお茶でやる風呂っていう、こう火鉢みたいなやつ、はい、それを一緒に持ってきたんやけど、ほとぼりが冷めて上に上がってきた時にそんなもの持ってたら危ないということで、うん、預けたのがこのお寺。こちらに、うん、今もそれが残ってらっしゃるのかな。それね、うん、今もなくて、あの昭和36年に大阪城の天守閣に売却をしてます。あ、そうなんですね。ただその赤楽の風呂っていう火鉢みたいなのがそこにあります。それ見られます。そうなんですね。肖像画は大阪城にあります。入れるんですか？で今正規家庭なんかね。ああ、そうですね、うん、当然中川クルスもさることながら正規の門である柏門が上にも立派にね、はい、そうですね、うん、あそこのなんか鬼瓦もなんかすごいですね、うん、昔使ってたやつだよね。あ、立派なやつだ。立派ですね、うん、これだけでも相当の重量ですよね、うん、その下の支えてるあれはなんかあれですね。あ、その溶血業界が、うん、じゃあ次どこ行きましょうか。次はね、火伏せ稲荷、うん、あ、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ移動しましょう、はい、さあここはどこかと言いますと、こちらに見えるのが豊後竹田駅です。竹田駅の駅裏の道通りを今来てますけれども、こちらですね。あ、この岩の上ですね。あ、この岩のとこですね。あそこは三角形になってる、はい、あれが多い。あ、そうなんですね。みんななんかね、駅の裏のあの滝に目が行くけど、その横をずっと来たらこれがあるんですね。あそこには滝の奥に下着席っていう名前の木があって、これですね、うん、これは岩下
岩下火伏せ稲荷。岩下火伏せ稲荷、うん、火伏せ。これ明治元年に、ほら明治初年維新の頃ここら辺にまあ火事が多く起きたので、はいはい、京都の伏見稲荷から、この完成して岩下火伏せ稲荷として祀った、はい、だからその明治元年より前はここ一体何だったのかというのが分からないわけ。なるほど、うん、それは全く残ってない。そうだね、あの江戸時代の岡城下の絵図面を見てもここに当然稲荷は書かれてないし、何も書かれてない。ここなるほどですね。火伏せ稲荷では行ってみましょう。はい、さてさて、よしよし、上がりますよ。結構な高さまで上がってきましたよ。わー、消防がすごい。あそこに山がちょっとこう V 型に切れてる、あそこが丘ですね。あの V から左側が丘です。あ、そうなんですね、うん、今日も天気が良くてもあんまり見えない。いや、天気良くてもっと見えるよ。あ、今日はちょっと残念ながら、うん、ちょっとね、もう見えないけど、この方向が丘城ですね。はい、ご覧ください、竹田の町が一望できます。竹田、りんご竹田駅の裏ですね。これ不思議ですよね、こう大きな五角形、うん、お稲荷さんという五角形。いや、そんなことはないと思ういや本当不思議。わざわざ岩を五角形に掘るというところが竹田の別荘で、洞窟で屋根も同じです。そうですよね、うん、五角形に掘る理由が、理由はね、それわからないんだけども、うんうん、ある学者さんの説によると、そのヨーロッパのゴシック様式の教会の形を持ったんじゃないかという説は。教会の、うん、でここも今こうやってマグロのお社が入ってるけども、うん、あの奥にはでっかい祭壇があるんです。それ横から見ると分かるけど、巨大な祭壇があって、竹田の城下町に数あるこの石を掘った稲荷の中にここ最大、この中にね、あります、あります。あー、ほんとだ、すごいな。はい、ここはね、竹田駅の真裏の火伏せ稲荷っていうところですね、うん、竹田の町中にたくさんある石を掘った、稲荷の中でもここ最大級で、さっきも言ったように本当は岡城が真正面に見えるところなんですね、はい、で城下町が一望できます。あの、はぐれガラスの中では、西次郎が江戸からこの竹田に帰ってきて最初に久しぶりに見た自分のふるさと、この岡城、まあ、竹田藩に設定になってますけど、竹田の城下の景観というのはそこから見たものであっただろう。おそらく赤上先生はこの景観をイメージして、そういう設定にしたんだと思いますね。こんなによく見えるって私もここ来たことなかったです、うんうんうん、そうなんですね。なかなかそのお稲荷さんって地元の自治会の人たちじゃないとそうそう来ないと思うんですよね、うんうんうん、もう竹田にはね、こんなお稲荷さんがずっとたくさんありますから、うんうん、あの予想の町ではないと思いますよ、まあ、この後ろのね、うんうん、これでもあの木造の今建物ありますけど、もともと五角形に掘られた洞窟礼拝堂と同じ形をした巨大版ですよ。で中にはあのすごい大きな祭壇があって、そこに形を合わせて無理やりこの木造のお社を押し込んでるって、うんうん、そういうものですね。なかなかね、あの岡城の城下町を見渡せるのはここと、うん、今日最後に行きますけど広瀬神社、この2カ所だけだと思いますね、うん、まあその昔その岡城下に入ってくる道がどの道だったかっていうのは今でよくわからないんですけども、うん、山の尾根を伝っていよいよ岡の城下に入るっていう時の景観、最初に見たのがもうこういう景観だったんじゃないか。でこれを見て山川西次郎は復讐心に燃えながら、自分のふるさとが懐かしいなという感じだと思うんですね。そういうことですね、はい、じゃあ最初のスタートの場所でもありますね。そういうことですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、
ということで、これからあとはどこ行くんですかね。これからあとはね、最後にあの広瀬神社の、もともと金付き堂があったところ、そこが隠れガラスの中ではあの源兵衛っていう頑固者のおじいさんが通行手形を見せろと粘る、そこのモデルになったところですね、そこに行きます。はい、はい、雨の中ですけどもう一箇所頑張ります。随分濡れましたけどはい、お昼になりました。なんと今日はおとさんありがとうございます、はい、ということで今日はこちらチキン南蛮定食ですかね、うん、うわーうわー大きい、これすごい大きいですよ。ちょっとこれをいただきます。え、チキン南蛮をおすすめしたのはやっぱ南蛮だから、そういうことです特にチキン南蛮、要は鶏料理なんですが、はい、あの当時のマカオとかインドのゴアとか、はい、イギリス界のこう集まる、要は南蛮人とかポルトガル商人たちの集まる場所なんだけど、はい、特にマカオにおいて世界各地から料理食材が集まってきます。でその中で一番発達したのは鶏料理だ。鶏、あ、チキン。それは南蛮人が料理したチキン料理だからチキン南蛮。そういうことですか。電話番号南蛮っていう。よう次々そんなよ、どうでもいいダジャレが出るな。Z 世代にダジャレを通用しないで、ね。それではいただきます。なんか今日はこんな坂登るとこばっかりですね。まあ、竹田はそうですね、割と坂を登るとこが多い。ここにその竹通りを置くから、それぞれ立体的にまた美しいわけ、そうですよね、竹楽の時ここ本当綺麗でしたよ、ここ美しいよ、昔はちょっと弓道の弓を見る場所があったんですね、うん、ここは何ですか。あ、ここに、この高級武士のこの町だから、竹田武家屋敷が当たったわけです。うん、梅の木が、まあ、確かに地獄谷と比べたらいいわ。道路が切り立って本当にピーピー言いながら、まさにここは地獄谷と言いながら、これを行くと、はい、あの遊歩道になってるんだけど、螺旋階段ですよね。あ、これ螺旋階段だ。螺旋階段、うん、ここは来たことないな。その螺旋階段分かって、うん、でこっちの方向に行くと岡城のある銅像の丘のところ。ああ、なるほど、うん、じゃあ上はこう茶屋ヶ辻とかここら辺全部繋がってる。そうそうそう、あ、そういうことやね、うん、どう、なかなかこっちを来ることないと思う。来ることないです。初めて来た。いや、高校の時来たかもしれん。まあ、もっぱらマストやったけんな。プリオデス構成でデートに来るの。いや、そんなことはない。隠れて食べる。ああ、これ、あ、これがね、うん、上から見たら先にプリオデスマスト来る。あ、これがその時の残り。そうそう。で、この下が大きい、あのいつも上がってくるとこですよね。だから昔は、その自称の横を通ってこう行って、はい、山の上を通って岡城に行ってたんですね。ここ岡神社だもんね。そうそう、岡神社だから関所を祀ってる。あ、そういうことですね、うん、さあ一段下に降りて岡神社の方に向かっていきましょう、うん、ここは本当天気が良かったらめっちゃ見晴らしがいいね。そうそう、こちらも城下町は見えるけれども、うん、あの広く見えるのはさっきの古瀬稲荷の方が見えるかな。そうですね、うん、確かに確かに。自称沖って書いてますね、うん、あ、この地を矢後部屋としてる。はいはい、で天保3年に岡南区4代の後は岡津根区はここに灯籠を抜いててこの鐘を唱えた。はい、これは作った人は、うん、芋野市、京堀川組、京都市の堀川という地名があります。はいはい、烏丸通りの隣ですけど、はいはい、堀川に住んでた、あれなんていうの、島、島馬じゃないですか。島馬。島筑後の第何とか第6藤原氏、秀吉の、
なんか名前から全部わからん。読めんわち。金を振ってください。鳥川組までわかる。鳥川組。金振ってくれんとわからんわ。金馬地区大学藤原氏。あ。名前。武藤さんの確かアイコンがこのマークだったんですけど、そうです、はい、これって無駄かと思ったんですよ。皆さん分からない、よく見てほら羊の顔してる。羊や、これどういうことですか。これはね、うん、こういっぱい出てる、これは太陽なんですね、うん、で聖書があります、はい、でその上に十字架があって、うん、さらにその上に迷える子羊が眠ってると。そういう図ですか。そういう図です。こんなお召し物立派です。これほらこの刺繍はね、立体ですが、うん、厚いでしょ。触っていいんですか。うん、これベルギーの刺繍らしいですよ。へえ、そうなんですね。これも相当ほら厚いから1センチ以上。すごいですね、立派です。これ17世紀のものですから。17世紀のもの。はい、気安く触っていいんだな。いいんです、別な文化がなってないし基礎されたものなんで、はい、触っても着てもいいって。そうなんですね。うん、そうです。ただ重たい、めちゃくちゃ重たいですか、うん。ではまあ、ということで今日はちょっと珍しい17世紀のお召し物の上前で、エンディングにしたいと思います。もう外はすっごい雨ですね。そうです、一緒になりました。申し訳ございません、まあ、3カ所回りましたので、しかもちょっと今日はですね、武藤さんにお昼をごちそうになりました。ありがとうございました。いえ、ただどんぶり番長、どんぶり飯3杯の渡辺淳子さんにはちょっと少なかったかなと思います。いや、とんでもないですけれども、お腹いっぱいになりました。ひょうたんさんね、竹田のひょうたんというお店に今日は寄らせていただきました。すっごいチキン南蛮、南蛮つながりでチキン南蛮いただいたんですけどね、お腹いっぱいでございます。はい、ということで今日もはぐれガラス、あそこにポスターと文字が見えますけれども、この間ですね、皆さんにリクエスト呼びかけたんですけどね、むっちゃんリクエストお願いします。むっちゃんこういう物語の中のこんな場所ちょっと分かんなかったとかいうものがありましたら、ぜひ皆様に成り代わって探検してまいりますのでね、はい、よろしくお願いします。どんぶり飯3枚食べて頑張るそうですよ。はい、頑張ります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。豊玉でした。バイバイ。